こうメイクよくやってる人たちは発色大事じゃないですか。まあその発色を私も心がけてみましたって感じですね。想像を形にする、それはメルヘンです。どうもこんにちは、こんばんは。私小日向かせと申します。よろしくお願いいたします。これはメルヘンを意識したような気がする、顔に落書きを施した状態になります。パステルカラーをいろいろ使っているのでぜひチェックしましょう。どうぞ。まずカラーコンタクトレンズ、これは、灰色に見えて紫色って書いてあってパープルっていうのを買いました。入れたら灰色になってますけど、それがいい感じにメルヘンさを出してると思います。このセザンヌという粉は、プチプラってやつですよ、いわゆる、ちょうどいいんじゃないかなってことでこれを使ってます。割と肌にもいいですよ。一番最初に使ってるこの濃い紫色の粉、これを目の下にシュッとやって指でぼやかす。でその次に使ったのがこの薄い紫色ってやつですね。これを目の下の濃い紫色の上からスッと引いてこすってなじませるわけです。でそれを両目にやって、で目尻のところにまた濃い紫色をちょびっとやって、でそれをまた指でこすって、だいたい指が汚くなっていくっていうイメージで間違いないです。自分で言うと右側、画面で言うと左側、紫色のやつをこの目の下にシュッと引いて、でこの反対側こういうピンク色で同じようにシュッと引いて OK ですよ。よくこっちの粉を使っていたのにもかかわらず、なぜ急にこのペンにしたかって言ったら発色がいいからですよ。この薄い緑色をまず頬骨にペチペチっつってつけて、指でスッてこすって、また指が汚くなるやつですよ。それはもう両方につけて、でこっちのやつはこの濃いピンク色をちょっとずらして緑色からちょっと離したところにつけて、でそれもまた指を汚して、でその反対側なんですけど、このケバケバしい水色、これめっちゃ発色いいんですけど、これを同じようにちょっと緑色から離したところにピャーって塗って、でそれでまた指を汚すっていう流れになりますね。クーピー柄カラーマスカラスノーホワイトですよ。このケバケバっとした毛がいっぱいついてるこの白い感じ、これがポイントですね。これをくるんと上に上げたまつげにシュッシュッシュッっていっぱいつけていって、まつげが白くなるっていうことですよ。つまりそれはメルヘンです。このリキッドアイライナーで、自分で言うと右側、画面で言うと左側の方なんですけど、これで最初にスッて縦にこうスッて引いて、スッて縦に引いてチョン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 スッてやるわけですよ。そうすると棒キャンディーみたいなするんですよ。で星をイメージしてダイヤ型をチョンチョンチョンと散りばめて、で遠近感をねイメージしてテンテンテンと打って、そうすると棒キャンディーと点と星でメルヘン。私で言うと左側、画面で言うと右側に当たる丸を描きます。丸はもう基本中の基本です。でハートを描いたわけですよ。でオーブっていうやつ、あの丸にシュッて線入ってる。であと花の絵イコールメルヘン。これはリップグロスですよ。そのテカテカ感をこれで出して、で色がやっぱりメルヘンなんでパステルカラーのピンクみたいなテカテカするピンク。この三つ編みについてですけども、短くて髪の毛を無理やりこうギーって引っ張って持ってきて三つ編み作ったんですけど、なぜ三つ編みを作ったか、メルヘンだからですよ。で前髪がくるんって巻いた理由も、例えばシャって流してるだけだとやっぱりメルヘンじゃないんですよ。
ポイントとしては、まあ、たくさんオーブと点と玉みたいなやつと星っぽいキランっていうやつとハートのやつで全体的にメルヘンに仕上がったオーブがたくさんあるメルヘンさが売りなんですよ。これはそういうことです。髪型を激短い三つ編みと外側にくるんってなってるやつと前髪がくるんってなってあっち側にシュッてしまわれてる状態、それがメルヘンさになります。まつげが白くなってます。まあ、それも大事ですね。まあ、そういうことです。じゃあバイバイ、さよなら。